早々のフリーレン、トークの魔法。皆さんこんばんは、またはこんにちは。アニメ早々のフリーレン、フリーレン役の種崎敦美です。皆さんこんばんは、またはこんにちは。早々のフリーレン、ヒンメリ役の岡本信彦です。いよいよ今週9月29日に放送開始となりますテレビアニメ早々のフリーレン。その放送開始に合わせまして、ラジオっぽい番組が不定期で配信されることになりました。その名も早々のフリーレン、トークの魔法。はい、早々のフリーレンについてフリーレン関連の人が登場していろいろお話ししていきます。はい、第1回はですね、フリーレン役の種崎さんとヒンメル役の僕岡本がトークをするんですけど、ラジオっぽいって何でしょうね。ラジオじゃないないってことなんですか。これどういうことなんでしょうね。なんか特に決まったパーソナリティというわけではないらしいんですよ。うんうん、いろんなペアが見られるかも。どのペアみたいですか。いや、あの上田さんと東地さんのは絶対聞きたいなって。聞きたい。 あるならその2人のが。確かにその2人、いや不思議ですね。はい、どんな感じ。渋い、めちゃめちゃ渋い。しかもね、まあ皆さんまだ、うん、まあ、アニメをご覧になってないのもそうなんですけど、うん、まあ、話数が進んでいくとこの作品キャラクターも増えてくるので、その時にやっぱ聞きたい人って結構出てくるかなみたいな。一回しか出てこないみたいな人もいますよね。その方がやるみたいなこともないことはないのだ。全然あると思いますよ。人気キャラだっていっぱいいると思いますしね。そうですね。はい、じゃあ始めますかね。始めますか一旦。はい、というわけでトークの魔法第1回、最後までよろしくお願いします。早々のフリーレン、トークの魔法。いよいよ早々のフリーレンの初回2時間スペシャルが9月29日に日本テレビ系金曜ロードショーで放送されます。はい、すごくない。いやすごい。初回金曜ロードショー、聞いたことないっていうか前代未聞なんですよね。日テレ史上初っておっしゃってましたね。すごいことだなって思いますし、そのプレッシャーどうですか、はい、種崎さん。いや、あの本当嬉しいのと、はい、マジっていうのが、あのそのマジの方が若干勝ってるっていうか、もうプレッシャーじゃないですけど、はい、プレッシャー感じてます。ですよね。もうめちゃめちゃ感じてます。最初聞いた時になんかわーいって素直に言えなかったっていうか。いや、そうなんですよ。はい、すごいなと思いますよね。はい、すごいなと思うんですけど、嬉しいも相まりつつ、はみたいな、はい、はしてくるというか、すごいことすぎて、はい、いやすごいなって。どうですか、周りの反応なんかありましたか。いやもうどの現場に行っても、うん、あの勤労を見るねって言われるんですよ。言われますか。フリーレン勤労を見るね。すごいことだと思います。だからこれはね、はい、あの皆さんにもどれだけすごいかっていうのもね、このトークの魔法で知ってもらえたら嬉しいなって思います。はい、あの時代が動いた瞬間なんで、皆さんもぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、さあ早々のフリーレンはですね、小学館の週刊少年サンデーで連載中、山田兼人先生と阿部司先生によるコミックのアニメ化でございます。うん、これまでに第11巻まで発売されていて、累計発行部数は1000万部。すごい。原作、ちなみに原作を読んで、もともとのテイストとして、はい、オーディションを受けるときって原作読んでから受けるはずですか、それとも何も入れずにオーディションを受けるはずですか。原作があったら絶対に読んでから望む派です。なるほど。なんでフリーレンも読んでからオーディション望みました。はい、どんな子だなって思いました。フリーレンどんな子な、真っ白だなって、なんか透明っていう、あの髪の色のせいもあるかもしれないですけど、まあ、透明っていうか真っ白だなっていうか、なんか確かに、ピュアで純白なイメージはありますね。はい、でした。あ、じゃあそれをこう表現できたらなみたいな、そういう感じだった。それともそれ入れつつ何も書かないで、とりあえず一回声発すみたいなことなんですか。あ、でも感じたイメージでとりあえず声を発す。なるほど。発数なんですけど、なんか体に力は入れないな、これは入ってない
感じがするなって思う。言い方難しい、すいません。でもごめんなさい。いやでも確かに1000年っていうか1000年、はい、生きてる人だと、はい、そうなりそうなイメージありますけどね。省エネ、省エネなイメージありますね。僕不老不死になりたいって常日頃からずっと言ってたんですけど、不老不死いいなって思ったんですよ、はい、ただ不老不死って孤独になりますよ、辛くないですかっていう話でなぜかお酒の場で盛り上がるみたいなことを結構演者の人たちとしてて、僕は不老はいいかもしれないですけど不死は嫌だなっていう人もいたりとか、いろんな人タイプがいるんですけど、僕不老不死いまだにやっぱいいなみたいな思うんですけど、で行き着く答えというか、はい、不老不死で最終的に、はい、こうなんと言いますか、こう達観してきすぎて、はい、言い方あれなんですけど植物に近くなってくるんじゃないかみたいな感覚が、あっていう話には結構落ち着いたりしますね。はい、だから千年だとまだその不老不死までいかないですけど、うん、なんかだんだん達観性っていうのは近しいものがありそうなイメージですけどね。なんかその言葉とか形にするのは難しいんですけど、なんか立ってるのも歩くのも喋るのもなんかふわふわって、なんかむずいむずいからやめておこう。むずいからやめておこう。すいません、フリーレの話ばっかり。いや、あのヒンメルのこととか話した方がいいですか。いや、でもヒンメルは、はい、僕最初受ける時には、まあ、はい、前段階で一つのフリーレもはある企画で僕は知ってたんですよ。声優バラエティで僕は知ってはいたんですけど、とってもかっこいい人だなっていうのと、コミカルな人だなっていう漠然としたその時の企画では知ってたんですけど、第11巻まで発売されてて、僕10巻まで、はい、読まさせてもらってるんですけど、はい、こんなに、はい、この得体の知れないって言ったらなんですけど、うんうん、天然さが、うん、強さにつながる人なのかっていうのをまずびっくりしまして、そういった意味で言うとその天然さっていうのがやっぱこの現場でも求められてる、そんな気はしましたね。第1話の収録の時になんて言ったんでしょうね、それこそ肩の力抜きつつっていうのがパーティー全体にある気がしてまして、強者の余裕っていうんですか、なんか分かんないですけど、なんか多分いつでもまあ、モンスターとか魔族に襲われたとしても、なんか一瞬にして臨戦態勢というか、むしろ倒してそうなぐらい、なんか日常的に強そうなイメージっていうんですかね、脱力の中でもうずっと強い声優で言うと、こうなんか散歩してる中でいきなりマイクがあってそのまま収録できるぐらいな、あこれねみたいな、調子全体ファーっていけるみたいな、そんな人たちの集団、いやだからある意味常軌を逸した集団なんだなって思いました。勇者パーティーっていうのが出たらいいなって思いながらやってるんで、皆さんぜひ聞いてもらえたらいいなって思うんですけど、まあでも PV で若干声は出ていて、ただ PV 冷静に見れないんですよ。なんか感動しちゃうんですよ。いやしちゃうっていう言い方が正しいか分かんないですけど、感動します。 PV 素晴らしいです。すごい良くて、すごいです。お世辞抜きに もちろん PV だけじゃなくて、あの本編の方も、もうだから本編見てほしいですよね。はい、はい、もうそんな素晴らしい早々のフリーレンのアニメーションを制作するのはですね、これまで数々の作品を世に送り出してきましたスタジオマッドハウス。イエ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 イ。監督は斉藤圭一郎さん、シリーズ構成は鈴木智博さん、キャラクターデザイン創作画監督は長澤玲子さん、音楽はエヴァンコールさん、はい、ということで、その他にもそうそうたるスタッフ陣の方々がもう集結されて制作されております、はい、嬉しいですね。はい、もう安心と信頼のでございます。はい、はい、見てもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、フリーレも可愛いし、そうですね。まあ、そんなわけでちょっとすいません、進行下手くそです、すいません。そんなわけでですね、 やりますあれ、いや、はい、ちょっとか あのコーナー やりますか、地獄の魔法やりたくねえ。やります本当にやります、やりますね。さて今日のトークテーマ、この番組で言うところのトークの魔法ですが、アニメフリーレンの見どころあいうえお作文の魔法、防御魔法したい、これ本当ですね、防御魔法したいぐらいです。視聴者の皆さんがよりアニメを見たくなるようにあいうえお作文でアニメフリーレンの見どころや魅力をプレゼンしてくださいとのことです。やばい、
あいう作文にする必要ありますなかったです結構今までも言ってきたんですけどね、いろいろちょいそうですよね。そっからなんかあいうを探してつなぎ合わせてくださいよ難しい。これどうします？僕全くやっぱ思い浮かばなくて、はい、なんか思い浮かんでたらもうむしろいやあのあだけ考えたんですけど、あじゃあでも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 放送前、まあでも PV 見ただけで、まあ、これはわかる。いや、ま、いやいやいいと思います、はい、じゃあ あだけ考えてるんで、はいはい、じゃあいきます。それでは参りましょう。まずは種崎さん。ああの人はもういない。なるほど。これ、はい、意のためにあの人はもうで終わろうか若干迷ったんですけどなるほど。じゃあいい僕ですね。いい僕でいいですか。じゃあはい、じゃあ次はいい、お願いします。慈しみ深く。あの人はもういない、慈しみ深く。これでもあの一応あいうえお作文ってあの、はい、皆さんあの声優さん時々古の10年ぐらい前はよくやされたイメージなんですけど、大体王さえ大丈夫なパターン、はい、その文章に全部なってるパターン、はい、何々で何々で最後だけ良ければいいパターンと、はいはいはい、これがどっちを求めてるか分かんないですけど、はい、いくら始まる見どころ魅力をお願いしますって言われて慈しみ深くて言っちゃったんですけど、はい、これはこれでいきますか。それとももういいはいいでいいだけでこう完結させた方が良かったですか。いえ いえ一個の文でおで終わらせた方がいいですか。いえ今ので いいです。もうなんかもうちゃんと考えられないから今ので大丈夫です。わかりました。慈しみ深く、はいはい、じゃあ次は種崎さん。うです。うーんありがとうございます。そういうことですね。いいですか。うーでも最後だって種崎さんおが待ってる。なんでだからなんで私最初に始めちゃったんだろう。あうおなんだよ。あうお家で分けますって台本にも書いてあって、あをやり直したい。さすが主役ありがとうございます。やだやだやだやり直したい。だからここはうでもこれは可愛いで可愛いの魔法かかってると思います。うーはあー魔法かかってるのがいいか。うーはかかってると思います。じゃ じゃあ続きまして、はい、絵が綺麗でとか言って、ああそっかそうですよね、はい、そっかそっか、あごめんなさい、シンプルイズベストでちょっと繋いじゃいました、ごめんなさい。そっか、確かに、かといってうーは何も思いつかないや。おで最後おで落とす、最後おで落としていただいて、オッケーです。オッケー、あーすごい、はい、では最後のお音楽もめっちゃ素晴らしいんだから。決まりましたの魔法。決まりましたババーンと止まりましたの魔法。やばい、ちょっとうだけ後悔が、どうしよう一応まとめると、はい、あの人はもういない、慈しみ深く、うー絵が綺麗であ、うー面白くないですか。逆にでも今の流れだけどなんかちょっと言ってるだけで面白かったですけどね。いいアクセントだと思いますよ。優しいなヒンメルか、優しいな。わとっても種崎さん素晴らしいと思います。僕はいつだって種崎さんは素晴らしいんだ。じゃあいいかいや何でしょうね、これ本当良くないかもしれないですけど、僕のイメージ的にその言い方あれなんですけど、もともと作品への愛とか、はい、真面目なイメージが僕の中で先行してるんですよ、めっちゃ種崎さんが、はい、そこから出るワードだったらもうなんか信頼できるというか、そのちょけてないっていうのが分かるんじゃないかなって、皆さんにもこれを聞いてる、あのうーの中にいろんな葛藤が詰まってるのが伝わって、はい、ガツバツなんじゃないかなって思いますけどね。じゃあ、はい、いいかいやでも私これ一生悩んでるっていうか一生後悔し続けると思います。ずっと悩んでると思います。あの時一番いいうは何やったんやろってずっと考え続けると思います。あ一生っていいですね。あそっか、人の一生だもんな。なんかいろいろ後悔が、あそこ一生かけてっていう感じになった。うわーうわー、どんどん
人間の一生は短いって分かっていたのに、分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。どんどん出てくる。うわなんかもうこれからなんかあゆえお以外のところで言葉でもっともっと伝えていけたらと思います。はい、以上アニメフリーレンの見どころあゆえお作文の魔法でした。早々のフリーレントークの魔法、早々のフリーレントークの魔法、エンディングのお時間です。僕は谷崎さん、はい、こう、うまくまとめられる魔法とか滑らない魔法とか、はい、めちゃめちゃ報復絶倒の魔法とか欲しいです。あ、いい、それあったらみんなが幸せになりますよね。はい、本当ですね。自分の自己肯定感も含めて。確かに。あ、え、うわ、そう、はい、それにつなげる言葉が今パッパッて浮かんできたんですけど、はい、もう放送後に言いたいやつ。あー、なるほど。その時にぜひちょっと、はい、でも谷崎さんは確かにこれからトークの魔法、はい、どっかでまた出ると、当たり前ですけど出るはずなんで、いや、その時に、え、それで言うと確かに早々のフリーレン、フリーレンは毎回出てきますけど、はい、言うてひあ、確かにヒンメルなんと死にますなんと死にます、死にます、びっくりですね。魔王を倒します、倒します、倒しました、なんと倒しました、倒しました、はいはい、はい、この2つが大きなネタバレになってはおりますよね。はい、それを踏まえて、2時間、あ、金曜ロードショー、はい、お願いいたします。また出れたらいいなと思いますので、その時にはぜひ皆様よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、というわけで早々のフリーレンは9月29日夜9時日本テレビ系金曜ロードショーでの初回2時間スペシャルで放送スタートです。はい、翌週10月6日からは毎週金曜夜11時日本テレビ系の新アニメ枠フライデーアニメナイト、略してフラアニで放送です。アニメ早々のフリーレン、ぜひご覧ください。皆様お聞きくださりありがとうございました。早々のフリーレントークの魔法、次回もお楽しみに。お相手はフリーレン役の種崎敦美と、ヒンメル役の岡本信彦でした。